皆さんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回ですね、今回はユニクロパークっていうところにね行ってきました。でね、ユニクロパークっていうのは GU とユニクロがなんか一緒になってる建物みたいなとこなんですけど、今回はね GU とユニクロで買い物をしてきたので、そのね購入品紹介をしていきたいと思います。でね、まあ、主に GU なんですけど紹介していきます。はい、 GU とユニクロです。はい、はい、ね、本当にあまり見ないようなね商品がいっぱいあって、本当に広くて、まあでもあるのかもしれないけど、うちらはまあ GU 行かないからね、近くにないんですよ。近くにあるのが、そうそうそう、近くにまずなくて、そう、ね、ちょっと行くとあるんですけど、そこもそんな大きいって感じじゃないし、うん、そうね、あんまり GU に行く機会がない。近くにないから行けないんですよね、そうそうそう、行きたくても。ということでまず GU で買ったものから紹介していきますね。はい、まず1着目がね、こちらの白いワンピースです。でね、こんな感じになってて、ここがねレースになってて、こんな感じの、見えるかな、見えないね、パッとね下がります。こうなってて、うん、このね腰部分がレースになってて、うん、そこから一気にひらーっとしたスカートになってくみたいな感じのデザインです。かわいくない？これかわいい、ほんとかわいいと思って一目惚れして買いました。このデザインがかわいくて、かわいくて、それ裏地かな、なんかついてるやつ。そう、なんかこれ多分下に着るようなものだと思うんだけど、そうだよね、スカートが透けないように着るのかな。ちょっと一応見てみる。そうだね、やっぱり、あ、やっぱ下に履くんだね。白いスカートが透けないように、スカートが透けないようにね、二重にペチコートみたいな、はい、はい、感じですね。こんな感じのがついてます。これなら安心だね。そうだね、他のスカートでも使えるかもね、長いね。はい、ちょっと今ね、ちょっと後ろが背景が白くてここは分かりにくいんだけど画面上だと、はい、こんな感じです。今日私の服も白いし、はい、ここも白いじゃん。なんかほんと見えないね。ね、こんな感じのワンピースです。もうね、半袖が売ってて、半袖を買ってきてますね。もう夏ですよね。今日も暖かかったね、昼間 ね昨日は寒かった。そう、昨日はちょっと寒くて、まだちょっとね、寒かったり暑かったりが激しいですね。はい、次にね、こちらのブラウスです。これはね、半袖っていうのか七分袖っていうのかわからないんだけど、微妙な丈の、うん、これもね、まあこれもワンピースです。ワンピースだね、シャツワンピみたいなね、はい、真っ白でね、これにセットでね、うん、合わせるように買ってきたものがあって、それがねこちらで、こちらのなんか今流行ってるよね、こういうニット流行ってる、ベスチェっていうの、これベストみたいな感じの、うんうん、こういうのが最近流行ってて、はい、でね、マネキンが着てたんですよ、このセット。そう、マネキンが着てたんだよね。マネキンが着てて、あ、超かわいいってなったんです。このワンピースだし、ほんと1枚でねさらって着れるのいいな、春だなと思って買いました。これも一目惚れですね、もうマネキン見た瞬間かわいいってなって、うん、お店の人にね、これどこにありますかって聞いて、はい、買ってきました。はい、これもね、多分近々動画で着てるところがあると思うんで、ぜひ見てください。はい、これ着るの楽しみだね、楽しみ。うん、で、次にね、こちらです、靴です。今回ね、靴も買ってきました。しかもなんとこれね、値段が超安くて590円なの。ほんとなんか
アウトレット価格って感じ。まあアウトレットとはまた違う建物なんですけど、すぐ隣にねアウトレットがあって、でこれも本当にねおひとやかな感じの、おひとやかこんな感じの可愛い靴で、はい、白ですね、はい、私黒しか靴持ってなくて、うんうん、確かに白って買わないんですよ、汚れるイメージがあって、うんうん、本当可愛くて、これももう一目惚れで買いました。はい、可愛くて可愛くて、うん、いやこのねこのシャツのワンピースとも合うし、うんうん、このねシャツのワンピースとも合うし、このね白いワンピースとも合うので、もう本当にこれは買ってよかったなって思います。はい、はい、こういう感じの持てなかったんで今後着ます。はい、で次にねこちらです。こちらリミちゃんが買ったんですけど、真っ黒ですね。ここにねちょっとね黒でね文字が書いてあるんですけど、うんうん、見えるかな、画面越しじゃあんま分からないかなと思うんだけど、文字が書いてありますね。ほんとシンプル、このシンプルな T シャツ、これをリミちゃんは買いました。はい、リミほんとこういうのが、こういう洋服が好きで、そう、ね、シンプルが好きなんですよ。私も好きなんですけどこういうシンプル系でね、私もね似たようなの買いました。学校にいいかなと思ってこんな感じのね、私はねちょっと丈が短くて文字が白いんですけど、うん、可愛くないこれこのシルエットから好きで買いました。この中、はい、このゆったりめだし、うん、ちょっと丈短めでこのワンポイントっていうのが、うん、好きそう、可愛くて可愛くて買っちゃいました。本当にこれはこのこういう服が好きなんです私、こういう服もか、こういう服も好きなんですよあ、で以上ですね、自由空っぽになりました。おー、なんでこんな大きいかっていうと、はい、パパもね買ってたからね、パパが4着ぐらい買ってて一緒に入ってたんで、はいはい、ちょっと袋がね大きいですけど、そうなんです、絞り身のはこれですで次にねユニクロです。ユニクロは私の、うん、洋服一着しかないんですけど、まあこれはおまけみたいな、ね、そうですね、ラインパンツを買ってきました。はい、もうラインパンツはねダンスとか習ってるからそこでね、はい、使うもんね。そうなんです。でこれあのユニクロのなんていう生地だっけ、すごいなんかエアリズムだっけ、そうそんな感じのなんかサラサラだよね、サラサラで、うん、もう涼しいっていう素材で本当に気持ちいいんですよ、触り心地が、うんうんうん、でなんか持ってるのと全然違って、ほんとね、あと持ってるのがちょっと切れちゃったりなんか、あ、そうなんです、ゴムが取れて超ゆるゆるになってあ、何これパパのとかリミに言われたやつと、あとなんでパパのなの、パパがすごいあのウエストがちょっとあれだから、うん、何これしーちゃんこれパパのって言った、それ私のだよってゴム取っちゃったんだって、そうなのって言われたやつと、あと毛玉がすごくて、もう毛玉取り機100均のがあるんですけど、何度やっても取れないのがあって、買い替えたいなって思ってたんですよ。なのでちょうどよかったです。もうね使い込めばねそうなっちゃうからね。そうなんですよ、ゴムが取れちゃって本当にやばいですはい、嬉しいですね。はい、ということで今回はねユニクロパークってところに行ってね、 GU とユニクロで買ってきた購入品紹介をしてみました。買ってきた購入品紹介だと私何回言っちゃうんだろうねユニクロと GU で GU の購入品紹介をしてみました。ということでそれではバイバーイ。